おはようございます。今日の木村屋のパンは最終日ですね。一旦最終日です。前回買ったのがこれで全部食べ終わります。今日は鳥を飾るのはバナナドイツコッペでございます。おそらくね、このドイツコッペっていうのはドイツ風のパンのことなんでしょうね。まあ、ですのでこの前プレーンをいただきましたけども、それにバナナを挟んだ、バナナクリームを挟んだのがこのタイプです。でかいでしょ。いつものようにこれはね、ペットボトルサイズです。私のでかい顔も隠れちゃうぐらいですね。ほらね、すごいでしょ。725キロカロリーということで、これ1本で朝食を十分満たせます。ビッグマックよりもカロリーあるんじゃないですかね。それではいただいてみようかと思います。はい、ここに切れ目が入っていて、バナナクリームが入ってます。あ、結構隅っこまで入ってますね。一口目がね、なんとも言えないんですよね。これね、切って焼くとむちゃうまいですよ。ドイツのパンっていうのはおそらく焼いたら本筋なんでしょうね、きっとね。いただきます。うん、やっぱね、バナナコップのいいところは噛むと風味がふわっと鼻に抜けてくることですね。うん、プロテイン入りコーヒーで、うん、うん、だからパンにもいろんなタイプがあるんですけども、多分フランスパンとかっていうのはあのリトルマーメイドとか扱ってるんじゃないですかね。でもドイツ風のパンはおそらく木村屋のパンが一番やってるんじゃないかなと思います。まあ今日持ってね、一旦買ってきた、前回ガサッと買ってきたパン14個が全部食べ終わりましたんで、またね、新たなパンを、笠岡駅前の木村屋さんのパンに仕入れに行こうと思いますね。また10本ぐらい買ってきてレビューを続けたいと思います。それでは今日はね、あとゆっくり食べさせてもらいますんで、放送はこの辺にしたいと思います。美味しいバナナドイツコッペ。今度木村屋のパンの本社もしくは工場見学に行かせていただければと思いますんで、木村屋のパンさん、よろしくお願いします。